Kakaf, everyone. This is Sora. Good morning, good evening, hello, Cheche, ni hao. Anyway, so Sora Simply Club starts now, and this show airs on Sunday, randomly, not every week, lately, recently. But anyway, please check my show out, 10 p.m. on Sunday, and I invite Japanese voice actors, entertainers, musicians to introduce them to the overseas market, or you. All right, so I think right now it's December, right, when this is airing, and this is my last recording of the year. And well, yeah, it's been an okay year for me, but I guess it's like, you know, I don't know, I think it was tough for you all, right? Because the COVID was still like, you know, going on, and I really wish that, like, you know, hope that like 2022 will be a best year for you, a better one for you. ということで、今日の、なんかすごいいっぱい喋ったんだけど、もうすでに疲れちゃった。お呼びしたいと思います。今日のゲストも竹内俊介さんでございます。はい、こんにちは。こんにちは。竹内俊介です。お願いします。この番組、海外からたくさんのファンが見てくれているわけですね。ということで、まあ、俊ちゃんって海外には行ったことあるのかという質問なんだけど、うんうん、ある。あるよ。どういうとこ行ったことあるの？ね、もう本当にあんま記憶ないんだけど、4、5歳の時にニューヨークに1回行って、うん、でその後は普通に旅行でパリかな、うん、フランスに行って、でその先週も話したけど、おじさんの合唱団に混ざって演奏旅行をやったのはスペインに行って、いろんなところを回ってこう日本のうさぎおいしいとか歌ったりしたんだけれども、はいはいはい、行った後に最後は声優の仕事をやって沢城千春さんと行った、はいはい、フィリピンかな。なるほど、しゅんちゃんそんなフィリピンまでも行ったんだね、うん、まあまあまあぼちぼち行ってるって感じかな、うん、っていうかあれね、結構おしゃれなところ行ってるのねそうね、みんないい街並みだったね、それぞれ違いが。なんか全部行ってるところが結構洒落たところ行ってやっぱこう洒落てるボーイはそういうところに行ってるんだなと思いましたね。何言ってんの、全然そんなことない。でもそのじゃあさ、お仕事で行ったフィリピン、うん、どうだった？食べ物がまずすごく美味しいのびっくりしたかな、うんうんうん、なんか変な話、すごく日本人に合っているというか、うんうんうん、自然由来のものがすごく多かったから、うんうん、なんか味も濃すぎとか、うん、薄すぎとかそういうのがなくて、うん、すごくね、チキンもすごく美味しかったし、うん、ジョリービー、あ、ジョリービーだっけ、あ、ジョリービー、うん、ジョリービーンズかなんかあったね、ジョリービーンズ、そうそうそう、蜂のね、うん、チキンの、はいはいはい、あれとかもすごく美味しかったし、うん、あと何より現地のファンの方々がすごく温かかったというか、すごかったでしょう、歓声すごかったね。俺はちょっとそれを知っているんだなあ、うん、多分ね、いたんだもんね。そうなのよ、ね、軽くそこにいましたから、うん、魂もね、うん、魂の方がね。でも嬉しいでしょ、海外の方でもそんなにね応援してくれてる人がいるって。自分たちのカルチャーを通して日本語でこうこんにちはとか、うんうん、僕らの文化に合わせてすごく僕らを歓迎してくれる様子とか、うんうんうん、なんかそういうのがすごくありがたかったというか、リスペクトを感じたというか、うん、まあ、だから国のいい文化の交流みたいなものが、うんうん、いいところの交流ができたような気がして、うん、すごくフィリピンはいい経験になりました。まあ、うん、しゅんちゃん考え方的にあなたグローバルいけますよ。いけるかな、いけるいける、そういう気持ちがあると。そんな海外のファンからしゅんちゃんに当てた質問をたくさんいただきました。イエーイ。で、Notice Me 先輩ガチャ、yeah! っていうことで、こちらのガチャマシーンにこれだね、はい、全てが入っているわけなのでちょっと取っていただいて、はい、もうルールは簡単、ガラガラっと回して質問を読み上げたりして答えていこうみたいな企画でございます。わかりました。いろんな国から来ましたよ、答え、うん、質問が。じゃあまず第1問目、出るか、そもそもガチャ出た、出た。今日は正直その子、え出ない子もいるんで、出ない時もあるから。そう、カナダの、はい、あ、レチェルさんか、ほう、レチェルさんからです。はい、竹内さん、あなたの大ファンです。特にジューザとアレクサンダーが好きです、モーニングとナイトルーティーンを教えてください。ほう、モーニングはあんまりないかな、うん、観葉植物に、うん、葉水あげるぐらいかなあ、そう、うん、室内にあるやつにシュッ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 ってやったりして、うん、ない。で夜は帰ってきてから、うん、最近日本茶にハマってて、グリーンティーでね、あら、まあ、おしゃれな、そう、15分で水出しできる、はいはい、お茶があるんだけれども、うん、それをこう15分かけて抽出して、うん、その間になんかこう一日のことを振り返るじゃないけど、うん、ちょっとした瞑想だよね、うん、みたいなことをやると結構
気持ちの整理がついたりして。あ、そうなんだ。まあ、じゃあちょっと次行くか、うん、じゃあ次行くぞ、うん、レッツゴー。リュウジ、ブラジルの方ですね、はい、リュウジさんはね、ハロー俊介さん、ジューザとしての声が好きです。ジューザの声はどうやって出せましたか、うん、役による声の変え方の技がありますか、です。あー、なるほど。まあ役によって僕は結構声色変えるタイプなので、まあすごいレパートリーがあるね。いやいや、全然そんなことないですけど、うん、ジューザなんかは、うん、割と朴訥としてるって感じというか、うん、ジューザは割とね、うん、前気味で出してるかな。前気味というと、うん、兵頭ジューザなんかこう響きが前になればなるほど、うん、分かりやすいけど、こういう開けた響きなんだけど、うん、こうするとちょっと若く聞こえるのね、うんうんうん、あーって響きが前に行くとすごく日本語的というか、うんうん、って感じがするんだけど、その響きをどん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 こう胸の方に持ってったりとか、うんうん、あと口の中に響かせたりするとちょっとやっぱり滑覆が良くなったりとか、うん、貫禄が出るわけだよね。本当よね。こういう風にやらなくても、うん、もう響きを後ろにするだけで、そうですよね、ちょっとしたベテラン感というか、はい、まあね、ジューザは割と前響きは前に出すけどトーンはローみたいな感じかな。だから前に出してるんだけれども、このトーンをだんだん下げていくとちょっとジューザっぽいというか、若いんだけれどもちょっとなんか加減を背負ってるみたい な、 なるほど、ね、そういうところが出たりするから、とてもテクニカルなお話をされている。そうだね。そうなんだ。まあ、もちろんマインドが一番大事だけれども、うん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 、声色で言うとそういう風にジューザは出してるかな、うんうん、はい、じゃあ次行こう。はい、3つ目はこちら、リカさん、フィリピンですね。はいはい、ちょっと待ってね。はい、動画でございますね、こちら。嬉しい。はい、リカさん、フィリピンから。じゃあこちら動画をお願いします。こんにちは、俊介さん、つわらさん。So first, I'd like to say that I really admire 俊介さん's work both as a voice actor and a music artist. And that I hope to be like him one day. And since 俊介さん has played a wide range of roles, my question for him is, if you could be any of the characters you've played before, who would you pick and why? Thank you, and I hope both of you have a great day.Thank you. Thank you. リカさん、ありがとう。ということで、まあ、質問はこれまでね、幅広い役を演じられてると思いますけれども、まあ、演じたキャラになれるとしたら誰になりたいですか、どうしてですかっていう。誰がいいだろうな、ね、難しいね、うん、結構、うん、ちょっと考えさせてごめんね、うん、どうぞ。難しいな、難しいな、これ結構。もう変な話、演じてる時点でさ、ある種なってるわけではあるからさ。そうかそうかそうか。じゃあその中でもなんかすごい自分としてしっくりきたなとかって、誰だろうな。自分としてしっくりくるのはね、うん、意外と、うん、オラフとかなんだよね。そうなるほどね。意外とね、そう、これちょっと海外の方に教えておくと、うん、しゅんちゃんはアナ雪フローゼンのオラフ の日本語の吹き替えをやっているんですよ。そうなんですよね。そう、意外とね、うん、オラフよこの人。何回も話した通り、すごく遊び心みたいなものが俺すごくあるから、もう彼なんかももういろんなものが輝いて見える。そうだよね、そうそうそう、だから子供っぽい役の方がやってて楽から、別にそのオラフに限ったことじゃないんだけども、うんうん、なんかこうあれなんだろうとか、例えば同じマーベル の、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスター・ロードとかは、うん、アニメーション版を僕はやってるんだけれども、うん、クイルとかも結構そういうなんか適当な感じがあるけれども、うん、常になんかこう音楽好きな部分とか、うん、なんかそういうラフに生きていきつつ、うん、ちゃんと遊び心も忘れないみたいなキャラクターはすごく演じてて楽だから、多分なるとしても、うん、まあ、クイルとか、うん、そんな感じの人間の方が自分には合ってるかもしれないね。なるほど。ちょっと自分に近いところがあるっていうところなんですね。そうだね、っていうとクイルとかかな。なるほどね、うん、まあ、オラフっていうことにしとこう。オラフにしようか。、うん、なるほどでございますね、うん、はい、そんな感じですね。次行きましょう。はい、次はあれ出るこれ、あ、出てきた、ベルさんですね、インドネシア。はい、俊介さん、あなたの声優としてのパフォーマンスと、はい、アマデウスの長年のファンです。ああ、
ありがとうございます。ずっとあなたのファッションセンスがすごいなと思っています。ディオールが好きだと思いますが、もしディオールとコラボできたらどんな洋服を作りたいですか？コラボできたらどんな洋服？あんまり自分で服を作りたいって思うことないからな。あ、そうなんだ。でもファッションはさ、すごいよね、センスね。まあ、いや、センスはともかく、まあ、服はすごく、やっぱアート的な意味も込めて、すごくデザイナーのその意向とかさ、そういうのが、どういうことを思ってるのかっていう、そのなんだろう、現代への風刺とかそういうのも含めて結構洋服って面白い、表現の場だなと思ってるからすごい好きなんだけど、だから俺だったらでも例えばディオールさんなんかとコラボできる機会があるんだったら、自分の仲良くしてる、絵描きの友達とかとコラボしてもらいたいかな。だから自分が架け橋になってじゃないけど。なるほどね。そうそうそう。とか自分の好きなもの同士がこうくっついてくれるのがいいみたいな。そう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 。だからそれこそ今日も来てるけど、はいはい、これ順位長谷くんっていうあの子で、ビリーアイリッシュとコラボした時のやつなんだけれども、そうそう。で、順くんとか、あとコインパーキングデリバリーとかなんか何か、いるんだけれども、そういう人とコラボしてしたものを着たいかな。次行きましょう。はい、次行きましょう。こんな感じでね、結構やっぱね、しゅんちゃんね、ファッションに注目されているわけですよ。帰りフィリピンですね。また見つけたこちら動画でございます。あ、Hello to Shunsuke-san and to Sora-kun. My name is Kylie and I'm from the Philippines. And I've only been following Shunsuke-san's careerfor a very recent time. But I'd like to say that I really admire your ability to juggle a music career and voice acting at the same time. I do that. Which is why I was wondering, what would you usually do during your free time, when you're not voice acting or when you're not working on music? ということで、まあ、最近ね、しゅんすけさんのファンになったという子なんだけれど、仕事をしないとき何してますか？結構もともとがつまんない人間なんで本当に一人でいるときは、もうずっと寝てたりとか、もうそんなもんだったりするかな。あと、まあ普通に映画鑑賞とか、でもなんだろう、クラシカルなものが結構好きだったりするから、昔の映画見たりとか、吹き替え見たりとか、そんな感じかな。あとはやっぱ友達と遊ぶことだよね。なるほどね。結構なんかお仕事でお休みがあったりしたら、予定は入れる派、入れない派？まあ、余裕があるときは入れるかな。余裕がないときはもう入れないで、その日に何かできることをラフにやると。そうそう、あんまりだからほら、決め込んじゃってもさ、ちょっとそれはそれでなんか予定みたいな感じになるとさ、確かにちょっと肩張っちゃうっていうかさ。そうだよね。そうそうそう、仕事で毎日この日何時何時何時ってやってるのに、休日も何時に会いに行ってとか大変だもんね。だからそういう意味では散歩はするようにしてるかな。絶対散歩、1日家から全く出ないっていうのはなるべくなしなくしてるかな。ちょっとでもやっぱりその外の空気を吸うっていうのは大事にしてるかな。だから公園に行ったりとかもそうだし、カフェに行ったりとか、やっぱりなんかその自分の範囲とは範囲内にないインスピレーションを探しに行くっていうのには使ったりするかな。だから本当にラフに友達の絵の個展を見に行ったりとか、紹介とかで違うアーティストの個展を見に行ったりとか、なんかそういうことをやったりしてるかな。自分の業界と違う人たちと、カフェに行ったりして、それぞれの業界の事情を聞いたりして、みんなそのなんだろう、やる手段は違うけれども考えてること一緒だなとか、共通するものとか共通しないものをこう探したりするっていうのが割と楽しいかな。なるほど。そんな感じかな。何もやっていないとか言ってたけど結構やってる。なるほどね。確かに。うんうんうん。何でもそうだけど、ちょっと話外れちゃうかもしれないけど、僕らがやってることって分かりやすく言っちゃえば嘘だから全部。芸能って幻想だから、でもやっぱりその幻想を作り出すには、その幻想だけを見るんじゃなくて、やっぱり現実に起こってることをどういうふうにアートとして昇華して、いろんな人に伝えるかっていうのがやっぱり僕らの仕事の一つでもあると思うから、だからやっぱり現実を知るっていうのがすごく大事なことかなと思うよね。だからやっぱり違う業界の人と喋ったりとか、アートに関係ない人とも喋ることで、やっぱり自分の幻想作りの糧にするっていうのかな。だから映画を見るとも言ったけど、ドキュメンタリーとかも結構すごく見たりするかな。そうなんだ、なるほどね。もうネットフリックスのドキュメンタリーも片端からこう見てってみたいなっていうのはよくやったりしてるね。というわけで、さっき肩を叩かれましたので、時間が迫っていると言われたわけでございます。ごめん、なのでちょっと第2部はこちらで終わりたいと思います。
ね、俺の話が長いからごめんねみんな。もういや全然もう本当にいろんな国から来てたよ。アメリカもあったし、はい、日本もね確かあったのよ。あったし、あと何だろう。また呼んでください。ぜひお願いします、うん、その時にいっぱい答えたいと思います。はい、ということでじゃあ今日はこれで終わりたいと思いますので、はい、今日はじゃあ See you next week。See you next week。また。行きますか。はい。来週もあるからね、第3部ですね、はい。それじゃあこれで第2部、しゅんちゃんとは終わりたいと思います。せーの、See you next week。バイバイ。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね。よろしくね。よろしくね。